エバー航空は台湾の航空会社である。1989年4月7日に民間航空会社として大手海運会社、長英海運を中心とする会社グループの調査会集団の調査会起こりにより設立。1991年7月1日に営業を開始した。親会社の名称はエバーグリーンだが既存のエバーグリーン航空との混同を避けるため、 エヴァー航空とした。なお、無線でのコールサインは、イーバエア、または、イーバである。開業時の客室乗務員など、サービス部門の教育は全日本空輸を参考にした。日本路線は、成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港、中部国際空港、新千歳空港、旭川空港、函館空港、青森空港、仙台空港、 小松空港、松山空港、福岡空港、那覇空港の12都市、13空港へ乗り入れている。また、青森空港、松山空港を除く日本を発着、経由する便が、ANA との共同運航便となっている。エヴァー航空は2012年3月29日に、スターアライアンスへの加盟が議決され、2013年6月18日に、 正式加盟となったが、チャイナエアラインが、スカイチーム加盟表明以前から、スカイチーム各社と提携してきたため、エバー航空も、同様に、スターアライアンス加盟表明以前から、スターアライアンスやワンワールド各社と提携する傾向にあった。具体的には、コンチネンタル航空、ANA、エアカナダ、US Airways、中国国際航空、アシアナ航空の各社と、 マイレージの提携や共同運航などのサービス面での協力提携を行っているほか、ブリティッシュエアウェイズやルフトハンザドイツ航空と貨物輸送の協力提携を行っていた。航空券の座席予約システムはアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。2007年3月ドイツのエアロインターナショナル市においては過去16年間一度も死亡 航空機損失事故を起こしていないとして、最も安全な航空会社のうちの一社と評価されている。エバー航空は、民主進歩党への政権交代を終えた2016年6月15日、イギリスの調査会社、スカイトラックスとの合同発表で、エアラインスターランキングで最高評価、5スターを獲得したと発表。世界で8社目の5つ星認定航空会社となり、 台湾の航空会社では5つ星認定の史上初の獲得となる。ハローキティチェックインカウンター、彫刻サンリオも参照2005年、サンリオ側が機内販売でのグッズ取り扱いを打診したが、当時の総経理だった創業者4男の彫刻が機体のラッピングやアメニティグッズへの全面展開を主張し、大掛かりなものとなった航空会社として初めてサンリオと提携し、 ハローキティの塗装やアメニティを施したハローキティジェットを2005年に導入し、2機体制で主に日本路線に使用していた。空港のチェックインカウンターにも客室乗務員姿のハローキティが大きく描かれ、機内では離陸するとキティグッズが登場記念に配られていた。これらは2008年10月に全ての定携運行を終了した。2011年に 就航20周年を記念し、新たに導入されたエアバス A330 から300型機の3機を、ハローを着ジェットとして、台北、桃園札幌、新千歳線、台北、桃園福岡線、台北、桃園ソウル、新川線、台北、桃園東京、成田線に投入させると発表した。最初の1機目は、予定通り、同年10月31日から、2機目は、 同年12月7日の台北、桃園福岡線から3期目は同年12月24日の台北、桃園札,札幌、新千歳線でそれぞれ投入開始。その後の市場で高評価を得ていることから、エアバス A330 から200型機の2機をハローキテジェットとして新たに台北、松山東京、羽田線、台北、松山上海、 公共線の2路線を追加させた。4機目は2012年5月23日に台北、桃園香港線5機目は同年6月22日に台北、桃園東京、成田線でそれぞれ投入開始。さらにボーイング777から 300ER 型機の1機をハローキティジェットとして台北。 桃園ロサンゼルス線の一部に2013年9月18日から投入開始した。2014年10月29日からは、台北、桃園パリシャルルドゴール線にも週4便のうち週2便へ導入した。2015年6月19日からは、台北、桃園、ヒューストン線を週3便で就航開始とともに導入される。2期目は、 同年6月21日から台北、桃園シンガポール線の一部に導入した。なお、これらボーイング777のハローキティジェットは、後日の長距離国際線の間に合いで成りた台湾、東園線、関西台湾、東園線に入ることもある。2016年11月24日より、エアバス A321 の一気にサンリオキャラクターのグデタマを起用した。 グデタマジェット塗装となり、成田台湾、東沿線の一部に導入を開始した。なおこの機材は、特別塗装となる前にウィングチップフェンスから、シャークレットの取り替えが行われ、特別塗装と同時に垂直尾翼の塗装が新しくなった。2017年6月28日からは、同じエアバス A321 の一機に、ハローキティ仲良しジェット塗装となり、関西、沖縄、 那覇台北、東円線へ投入された。2017年より、エアバス A330 から300の初期導入機3機が、順次新しいハローキティ塗装へ更新された。マジックスターは、バッドバツマルファントラベルジェットになって、同年3月4日から、アップルは、サンリオキャラクターが勢ぞろいの、ドリームジェットになって4月10日から、アラウンド・ザ・ワールドは、 パーティージェットになって5月23日からそれぞれ就航した。これら3機は、グデタマジェットの時と同じく、垂直尾翼の塗装は、新塗装となった。またバッドバツマルジェットは主に、台北、桃園成田、福岡、小松線などへ、ドリームジェットとパーティージェットは主に、台北、松山東京、羽田線へ投入されている。エバー航空は、 各航空会社とコードシェアを行っている。上位の座席クラスでは、ニューヨークタイムズにより、世界の10大レストランに選出された、かなえやすし豊かな点がメニューにある。他には、オンライン予約でしか味わえない、機内食や、ベジタリアンミール、低刺激ミールなどの機内特別食も用意されている。 オンライン予約限定メニューは出発の21日前から24時間前まで、機内特別職はごく一部が3日前であるのを除き、出発の24時間前に予約係員まで申し込むと対応できる。マイレージサービスである。もともとはエバークリーンクラブという名称だったが、2013年6月18日にスターアライアンスへの加盟を機に解消された。スターライアンス各社のほか 子会社のユニー航空と提携している。入会は満2歳以上から可能で、12歳までは保護者1人以上と共に入会している必要がある。エヴァー航空がボーイング747から400を自社発注した際、ボーイング社から航空機の顧客番号として 5E が与えられており、航空機の形式名は747から 45E。 777から35 e r などとなる。なお、2015年11月12日に受領した B777 から 300ER には、垂直尾翼にあったオレンジ色の縦線が消去されて、胴体も流線型となった新塗装が施されており、2017年までに発揮追加して台湾、桃園ニューヨーク線などの北米路線に進出する。ただし、 長距離路線の運用間に合いで成田台湾、東円線や、関西台湾、東円線に入ることもある。2015年10月に787、ファミリー最大の機体である787から10を、確定18機、オプション8機の合計24機を発注した。ボーイング747から400の退役により、同社の旅客運行用フリート4発エンジン機は、全機退役となった。 ボーイング747から4002020年1月の時点でエバー航空は死者や航空機の全損を出す事故は一件も起こしていない。ありがとうございます。